490g の元気な女の子です。おめでとうございます。あら、お目々が。そうそうそう。お目々が痛いの。お目々が。ファミリアソーサー。無事に行ってきてね、帰ってきてね、生まれないこと祈っててね。Por favor, Monica. Para alguma para ele, ela. Por favor, Monica, não, mas papai vai esquiar. Você não atumou. E que não tchau, cara.タクシーが来たので乗り込みたいと思います。行ってきます。タクシーで病院まで急遽やってきました。夜の病院、はあ、どうなるんだろう、ドキドキ。まだ破水がちょろちょろ来ていますね。今助産師さんが迎えに来てくれるのを待っています。一応このまま出産になるように全部荷物を持ってきてと言われて準備してきました。ドキドキ。まだ全然お腹とか痛くないです。破水しただけなんですけど、果たして破水なのかどうか判断してもらいます。先ほど診察を終えまして、もう瞬時に、あ、破水だねこれはと確定しまして、このまま出産まで入院決定しました。今 LDR 室に案内されました。ここで陣痛を切るまで過ごして、そのまま分娩になります。わ、心の準備がまだできてない。ここにベイビーが出てくるの。より軽いかな、普段の生理痛より。ちょっと痛いかもっていう違和感を感じてきました。あと30分後くらいに旦那とちょっとビデオ電話をしたいと思うので、それが終わったらちょっと寝ようと思います。結構痛みがきてます。今127、結構痛いけどもっと痛くなるのかな。
協力的だった。ねえ。あ、すごい鼻が旦那の鼻だ。ね、彫り深いですよね。ねえ、エコーで見た顔と一緒じゃない。おめでとうございます。信じられない、これが出たって自分の中で出ましたよ、ちゃんと産みました。しかも上手でした。30分だけの対面ですけどね、生まれた、信じられない、まだニューメンバーです。よろしくお願いします。すごい長いアイラッシュ。また見たね。見て、ちょっとカールじゃん。髪。ん？髪カールに見える、今だけね。ほら。多分濡れてる。やっぱちょっと可愛いね。メリッサみたい。可愛いね。可愛い。プラズレイラ。パパイだよ。ね。モニカ頑張りましょう。ももちゃん、ももちゃん、やっと会えたね。マジで苦しかったけど、ミニカワ二度とやだ。私もずっと痛かった。ありがに退院できました。今お家に向かっています。雨で残念。
てるからさ、でもそう起こしてさ、頭が柔らかい。そうね、思い出して。アピしてる。モニカです。チャンネル登録お願いします。Inscreva-se no canal e aguarde o próximo vídeo.